ビスパはシーズン目標の6位以上へ。ギラダンツは J2 昇格圏内へ。両チーム6月負けなし。今スタジアムに来ないともったいない。この頃の僕といえばもうパラさえないんだ。ヒーローになれなかったな。賛成多数の予定調和はなぎたい。よそ行きの言葉使えない。走れてた。この春福岡サッカー界に激震が。これまで福岡県の頂点に君臨し続けた赤い彗星東福岡高校、ボールを心でつなぐ東海大福岡、アビスパ金森を生んだ筑陽学園、そして東福岡一強に待ったをかけた前年度チャンピオンの飯塚高校。しかしそんな強豪校を破り福岡のトップに上り詰めたのが福岡大学附属若葉高校。創部たった6年のサッカー部が今年インターハイ福岡県大会で優勝という快挙を成し遂げました。この近年でグッてきてる、はい、高校なのかなとは思います。急成長の理由は何なのか。その答えを探るため練習場を直撃取材。まず石津さんが気づいたのは、でかいな。体がやっぱみんなバリでかいっす。そう、高い。高いし、やはり全国からスカウトした選手たちだからでしょうか。しかし話を聞くと意外な事実が。本当に今自宅から通ってる子しかいません。福岡県内のその家から通ってる子たちばかりなので。県内の選手のみで創部6年でのインターハイ出場だとすれば、育成に秘密があるのでしょうか。あの福岡大学の附属高校っていう、まあ、あのいい意味で利用できる部分を最大限に利用しようということで、あの副大の施設を使うこともそうですし、福岡大学のサッカー部の選手たちをあのいい意味で利用させていただいて。これまで100人以上のプロ選手を輩出している福岡大学。そんな名門との高大一貫の連携が強さの秘密だったんです。若葉高校の選手たちは週に一度環境の整った福岡大学のグラウンドで副大生に混じってトレーニングを積んでいます。プレーもそうなんですけど、やっぱりこう意識、食事とか、練習に対する姿勢とか、はい、練習の強度だけじゃなくて、やっぱそういったオフザピッチの部分や、あの姿勢のところからやっぱ刺激をもらえるっていうのは大きいですね。みんなめちゃめちゃ体でかいじゃないですか。何枚か来てんじゃない。上着来てないですね。うまい。副大でやってたスペトレ、はいはい、あれを同じ練習をさせて。やっぱそうっすよね。もうスペトレとんでもなかったですもんね。福岡大学のトップチームで伝統的に行われているフィジカルトレーニング、スペトレ。選手たちの体が大きくなるのも納得です。要は福岡には本当にたくさんいろんなチームがあって、本当にいい選手がいっぱいいるんですけど、そういった選手たちがやっぱ県外にもかなり出てますし、まあそういった子たちが地元でも勉強もできて、サッカーもできて、環境も整ってる学校がここにありますよっていうのが浸透していけば、まあ大学までも含めてあの福岡でやっていけるんだ。でそこでまたプロになる選手が出てきたり、サッカー通じて指導者になる選手や先生になる選手や携わるいろんな仕事をして、また帰ってきて、地元に還元してくれるっていうのができればいいなと思ってます。果たして選手の実力やいかに。そこでキャプテンの森部君と石津さんがシュート対決。白熱の戦いは番組後半で。6月26日に行われた横浜 F マリノス戦、アビスパ福岡はエースシャハブ選手とウェリントン選手のゴールで2対1と見事勝利を収めました。実はこの日、我らがジョーさんがある貴重なエリアを取材していたんです。皆さんこんにちは。実はね、私アビスパ福岡様からですね、イベント出演のちょっと依頼をいただきまして、来たんですね。
ただですね、イベント出演だけじゃなくて、実は今日特別に試合前にね、もういろいろなこう施設をね見ていいという許可をいただきましたので、皆さんがね実際にあまり見られないところをね、ちょっとぜひね行ってみたいと思います。なんと普段カメラが入ることができない試合前のスタジアムの裏側に潜入。案内をしてくれるのは広報の長尾さん。こちらの方ですね、はい、向こうの方にバスが到着しまして、はいはいはい、選手たちがここをいつも歩いてくるんですよ、はい、でここから入場するんですよね。そうでございます。まずやってきたのは選手入場口のゾーン。中継などでは選手同士がにこやかに談笑しているシーンが映し出されますが、一体どんなやり取りが行われているんでしょうか。相手と初めてまあここでね会ってまあ話をしたりね、よく笑顔とかでねいろんな話してますけどね。そうですね、大した話してないんですよあれね。はい、お元気かよみたいなね、そんな話ですけども、古巣の方とかが いつもここでお久しぶりみたいな感じで、はい、あのピッチのコートに入る瞬間、この瞬間にカチッとやっぱりちょっとねこう切り替わるというかね、これ自然とです。多分グッとこう高揚感とよし行くぞっていうなんかこう気持ちがね、なんてことないようなゾーンに見えますけど、選手にとってはとてもね大切なゾーンだよね。さらにスタジアムの外にはそんな選手たちを陰で支える存在が。試合運営はやっぱりこういったボランティアの方たちにですね、やっぱりボランティアの方たちが、そうですね、うちではあの白いベストの方とかがボランティアですね。あ、そうなんですね。あらら、このボランティア活動をどのぐらいの高頻度でやられてるんですか。はい、まあ大体もう毎試合、毎試合のようにホーム毎試合。はあ、はい。そう、アビスパ福岡ではボランティアスタッフを随時募集していて、毎試合50名ものスタッフが会場の案内など運営補助を行っているんです。こういう活動をしていくうちにやはり愛着が湧いてきて、やっぱり湧いてくるようになってる。ああ、そうですか。もう今ではもうどっぷり、もうどっぷり、はい、アビスパの方に使ってます。ボランティアの方々の手厚いサポートもあってか、試合3時間前にもかかわらずたくさんのサポーターの姿が。そして試合開始直前までを過ごすロッカールームにも特別に入らせてもらえることに。禁断なゾーンですね。まあそうですよね、なかなかカメラも入らないところが入ってますんで。本当ですね、はい、ちょっと行ってみましょう。早速、こんにちは、すいません、こんにちは、お邪魔します。うわー、なんか綺麗になったな。あれ、私昔のイメージしかないので。これまでほとんどカメラが踏み込むことができなかったロッカールーム。選手たちが実際に試合で着用するユニフォームがすでにスタンバイされていました。実はこのロッカールームの整備は限られた人間しか許されていないんです。それがキットマネージャーと呼ばれる方々。これ座席ってもう選手決まってるんですね、これね。まあ、フォワードなフォワード近く、まあ、もうポジションが縦ラインが近い選手とかをトライ同士にしたりとか、それをこう、はい、メンバー見てで並びは決めてます。大体もうほとんど上後選手とかはもう端っこがいいっていう選手はいて、今日はちょっといないんですけど。あ、そうですね、はい、リクエストも一応受け付けられる。そうですね。あ、すごいですね。これでも準備するのに何時間前に入るんですか。空港の6時間前に。6時間前スタジアム入ってそこから。はい、マネージャーの仕事は用具管理からドリンクの準備まで多岐にわたります。選手が試合でベストパフォーマンスを発揮できるようチームに尽くす何でも屋さん。ロッカールームに関しても選手の細かいこだわりに対応しているんです。前選手だったらラムネ置いてたりとか。ラムネを、はい、だからそのサプリメント系もありますし、はい、マウスピースとかも最近つける選手多くなってるので、マウスピースも何でも預かってそれを試合でロッカーで置いておくっていうような人それぞれに合わせて。こういう方がいらっしゃるので選手はね快適にこう試合をこうね何にもストレスなく迎えられるというね。いやだから本当に感謝しなきゃいけないですしね、すごい仕事だと思いますね。出ていく前はみんなでエンジンを組んだりとかするんですか。はい、そうですね。でスタッフも一緒にやりますもんね。はい、はい、やります。あの時になんかこう一体感が生まれてね、はい、さあ行くぞっていうね感じになりますもんね、はい、これでも貴重ですね。本当にすごい、なかなか皆さんで、ね、見れる場所じゃなかったのでね。アビスパ飛躍の裏にはたくさんの人たちのサポートがありました。この後はアビスパギラバンズの快進撃を
プレイバック。雨にもかかわらず今シーズン最多5000人近くのサポーターが訪れたミクスタ。6試合負けなしと好調のギラバンツは前半11分、ポストに跳ね返ったボールが山脇にぶつかりオウンゴールで先制を許します。22分、山脇のダイナミックなクロスに長い迫力あるヘディングでしたがゴールとはなりません。後半のスタートからは先月17日にジュビロ磐田から期限付きで加入した藤原が初めてミクスタのピッチへ。その藤原が早速見せます。開始わずか4分、この位置でパスを受けると鮮やかな同点ゴール。たった4分でミクスタの視線を独り占め。20歳の新戦力がホームで衝撃のデビューです。それだけでは終わりません。後半31分、藤原のコーナーキック、これをコースンジンが合わせ勝ち越し。ホーム2試合連続で逆転に成功。コースンジンは4ヶ月ぶりのゴールです。好調なチームに頼もしい仲間が加わったギラバンツ、順位こそ12位ですが昇格圏内まで勝ち点差を5まで縮めました。おっしゃ見とけーコースンジンだよ。この試合の藤原の同点ゴールを情熱プレイバック。後半、直後ですね、投入されて本来であればボランチのポジションなんですけども、やはりこう彼の特徴であるやっぱり前の推進力、やはりこうとにかくやっぱりゴールを狙うという部分に関してはファーストコントロールでもうゴールを狙ってますよね。で思いっきりこう振り抜いたので、最後ディフェンスにはちょっとね当たってるんですけども、でもこれがやはりね思い切りの良さと、そしてゴールキーパーの位置を、よく見てましたよね。目が覚めるようなスーパーゴールだなと思います。そしてこの試合の情熱ポイント、高橋選手の超絶ドリブルです。ジョーさんが熱くなったのは後半40分、途中出場高橋が見事なドリブルを披露したシーン。高橋選手は156センチという、小柄ですけども素晴らしい突破力です。よくやはりこう周りが見えてますし、ちょっと19歳とは思えないほど落ち着きを感じますよね。細かいこう、ドリブルタッチで、そうすることによって相手が足を出してもやはりこうすぐかわせる、位置にボールがあると。例えるならこうリオネル・メッシ選手ね、こう彼に似たようなやはりこうボールの触り方、コースの取り方をするので非常にこれは効果的なドリブルでした。素晴らしいドリブルです。5試合負けなしと絶好調のアビスパはアウェーで FC 東京と対戦。まずはその立ち上がり、宮のクロスにブリトン、早速相手ゴールに襲いかかります。両チーム無得点で迎えた後半17分、アビスパは小田と茂美を同時に投入。その交代からわずか4分、入ったばかりの小田、茂美がうまく合わせて値千金の先制点。茂美の嬉しいプロ初ゴールに駆けつけたサポーターも大喜び。勢いに乗ったアビスパはその直後、今野が裏へ抜け出してチャンスを作ります。さらに29分、今野が右サイドで仕掛け、岩崎が飛び込みますが惜しくもサイドネット。守っては6月わずか1失点の村上がこのファインセーブ、ゴールを割らせません。このまま1点を守りきったアビスパ、6月を負けなしで締めくくり順位を6位に上げています。本当に90分間チームメイトが体張って走り戦い続けたことによって、自分の得点が生まれたんで本当にチームメイトに感謝したいなと思います。それではこの試合の決勝ゴールを情熱プレイバック。このゴールはですね、後半から投入された2人がやる小田選手のクロスから茂美選手の、J リーグ初ゴールと
という形になりました。いや本当に采配もねズバリですけども、やはりこう2人でやはりこう考え抜いたやはりこう動きだったなと思いますね。小田選手がやはりこう蹴る瞬間に一度ね茂美選手がディフェンスの後ろに隠れて、そしてやはりこう前に飛び込むシュートですね、当てるのが難しいんですけども、これをやはりこううまくね足首にこう当てながら、まあ、そしてファーサイドを狙う、本当にね素晴らしい2人のゴールでした。この試合の情熱ポイント、長谷部監督の采配です。1点リードで迎えた試合終盤、長谷部監督は選手交代を使いフォーメーションを変更。金森選手をやっぱり投入後ですね、システムを442から523というねシステムに変更しました。まあ、ある程度守備を固めるというねメッセージももちろんあるんですけども、これ以上にですね私は深いなと思ったのはですね、ワントップだけ残して一発カウンターというね、やっぱりそして追加点を奪うというね、こういった意図のあるやっぱりシステム変更だったんですね。選手に対するメッセージ性をやはりシステムで表現しましたし、それをやはりねしっかりと守り抜いた選手も素晴らしいです。このやはりね采配というのが非常にね大きな鍵をねこの試合は握ったんじゃないかなと思います。この後は福大若葉と元アビスパ石津さんのシュート対決。インターハイで全国大会に出場する福大若葉高校サッカー部を直撃した石津さん、その実力を探るべくチームで一番信頼されているキャプテンの森部くんとシュート対決。ゴールキーパーは186センチの守護神森誠真くん。シュート対決3本勝負スタートです。先行は森部くんから。雨の影響か大きく外してしまいました。続いて高校の石津さん、元プロの実力見せてくれるのでしょうか。まさかの元プロ石津さんも枠を捉えきれず、1本目。それでは2本目お願いします。おいしょ、いいよ、おいしょ、おいしょ。森部くんの蹴ったボールは見事ゴール右隅へ。チャンピオンの実力を見せつけます。プレッシャーを受ける形になった石津さんの2本目、元プロとしてここは是が非でも決めたいところ。キーパー森くんコースを読みナイスセーブ。石津さん追い詰められてしまいました。終わるよ、決められたら。まさに王者の余裕、これを決めれば勝利確定です。チームメイトの思いを乗せたボールはわずかに外れポストへ。命拾いした石津さん、そろそろ元プロの実力見せてください。決着は延長戦に。創部6年目にして福岡を制した福大若葉、勝って全国に弾みをつけたいところ。果たして。チームメイトとはいえ憎たらしいほどナイスセーブ。今度は一転森部くんが追い込まれます。石津さん、ここで決着をつけられるのか。これぞプロの実力、見事なゴールで勝負を制しました。ちょっと焦りましたね、よかった。最後に全国大会に向けての意気込みを選手たちにインタビュー。全国大会の目標を教えてください。自分たちとしては初めての全国大会なんですけど、やっぱり今までの先輩方とか
支えてくれるスタッフとかのおかげで出れたと思ってるんで、そういう人たちに、感謝をプレーで返せるように精一杯頑張りたいと思います。自分たちの力が どこまで通用するかを試して勝ちにこだわって全力で楽しみたいと思います。はい、まあ、緊張するっていうよりは楽しんで、まあ、初出場で初優勝できるようにしっかり頑張ってきてもらいたいなと思います。まあ、福岡からですけどしっかり応援してるので頑張ってきてください。福大若葉高校のサッカー部の皆さん、全国大会での活躍を期待しています。来月17日年に一度の恒例イベント、キラバンツサマーフェスティバル2024が三国ワールドスタジアムで開催されます。先着1万人の来場者へオリジナルシャツのプレゼントや、映像と音楽に合わせた600発の花火などイベントが盛りだくさん。今チームは本当にどこに出してもどうやって見ていただいてもすごく楽しいスタジアムになっていると思いますし、戦いをしていると思うので、ぜひ、たくさんの方が来ていただけたらなというふうに思っています。オリジナルシャツを身にまとってミクスタを満員にしましょう。ホームでの試合情報です。アビスパは明日午後7時から京都戦、ギラバンツは14日日曜日に宮崎との九州ダービー。スタジアムで選手たちを応援しましょう。今週のプレゼントは岩崎優斗選手の直筆サイン入り応援しゃもじを1名様に。次回は午後1時から放送、レススタ満員プロジェクト観客動員数アップの PR 活動の様子をお届けします。お楽しみに。お願いします。